おはようございます。突然なんですが、このスマートフォンの中の断捨離をしたいと思いますあのね、これ見てもらいたいんですけど、あの iPhone ストレージって、あの写真だったりいろいろなものをあとどれぐらい保存できますよっていう、この iPhone ストレージのところ、このスマホ自体 256GB 保存できる容量あるところ、もう 252.7GB 使っちゃってます。ギリギリなんですよ。でしかも赤色が多いと思うんですけど、この赤色って写真なんですよねいや確かに私写真すごく撮るんですよ。もう 何かあったら写真撮って、しかも1枚じゃなくて何枚か撮っちゃう。でしかもそれをいいもの厳選して他捨てればいいのに、そのままにしちゃうから、そうだからこうなるの。うん、もうね、分かってるんです、理由は。もう分かってるそう、もうボンバーヘッドになったよっていう、こんなにいらないでしょこれが私の回答し、え、嘘でしょ。なんだろうな、何の写真撮ってんだろうな。いろいろ写真は撮るんですけど、ご飯もそうだし、景色とか、もちろんね、人との写真もいっぱいあるし、あ、そうね、空の写真多いな。こんな感じでそう、結構早起き生活が長かったので、朝焼けを見るタイミングがたくさんあって、もう本当に雲がない青空の時は必ずと言っていいほど撮るぐらい撮るかもしれないです。こういうのと綺麗ですね。これ多分出張で飛行機乗った時に撮った機内からの写真だな。20枚中15枚ぐらいを消します、削除。アラームをこう止める時に間違ってスクリーンショットしちゃってるっていうのは結構あって、だから早朝2時50分の2時54分とか3時とか3時7分まで、アラームを消し損なった瞬間のスクリーンショットはいっぱいあります。あ、やっぱり誕生日ですね。誕生日のケーキ、もうこれはいっぱい撮っちゃいますやっぱりしかも多分これ29歳の誕生日のろうそくなんですけども、多分撮りすぎて時間が経ちすぎてもう何歳かわからなくなってますよねこれもこんなにいらないので消しちゃいます。顔こうなぜか父のなんか昔の写真がいっぱいあるなんでなんでこんな写真がいっぱいあるの謎に、どういうこと。いやいやいや、濃すぎるでしょう。もう目と眉毛の間がないすごいな、顔めちゃくちゃ濃いな。娘ですけど会うたびに思いますもんね、濃いなーって。よし、バイバーイあー、目覚ましないで結婚を発表した日か。あ、いただいたお花を持ってすごい量撮影している恥ずかしい。何これ、多分花束が嬉しすぎてすっごいワンショットで花束持った写真を何枚も撮っている恥ずかしい。浮かれてますね、これは。こんなにいらないでしょう。 あとなんか髪の毛、多分この日切ったんだろうな。髪の毛の感じ、自分で確認用にこれ撮ってるんですけど、こんなにいらないでしょ怖い、逆に。何を撮ってるんだろう、こんなに。おー、うわー、なんかすごい写真が出てきた。これ、あ、1月1日だ。
すごいボンバーヘッドこんな写真が出てきた。1月1日爆笑ヒットパレードでお着物着させてもらって、で髪の毛をなんかこんな感じでアップにしてたんですね、着物なので。でそれを家帰ってほどいて、そしたらもうボンバーヘッドになったよっていう。こんな写真いらないよ、もう恥ずかしいな。牛年のお正月1月2日にその夫と牛描いてみようって言って、これが私の描いた牛。そう、この歯がポイント。牛ってだって歯ですりつぶすって言うでしょ。そうだからその歯をちゃんとリアルに再現しました。でこれが夫が描いた牛。そうこれね、絶対私の方が牛のポイントつかんでると思うんですよね。だってこっち歯ないし、大事な歯。しかもちょっとなんかここがお尻のところがカクってしすぎててちょっと怖いしね。尻尾も可愛く、自信作です。あの誕生日は毎年夫が手料理を作ってくれるっていうのが一つ私たちの中で恒例になっていて煮込みハンバーグと、あとマッシュルームスープ、マッシュルームをなんかすりおろしてポタージュにしたものを作ってくれました。なんかもう私よりすごく見栄えも綺麗に盛り付けてあって、ちょっと若干そういう私よりなんか綺麗にされると困るところあるんですけど、こんなにやっぱり撮ってますずらっと自分で作ったよりなんか人に作ってもらうものは嬉しいですよね。なかなかこれは消せないなぁ。例えばキャンプデビューをね2020年にしたんですよ。で長野県の阿智村っていう星がものすごく綺麗に見える場所、冬キャンに行って、星見えてるかな、そうすごく綺麗で、空気も冷たくて澄んでるので、もう星がもうねびっくりするぐらい見えて、カマンベールチーズ、ベーコンの上にカマンベールチーズそのまま乗せて、周りでイングリッシュマフィンを焼いて一緒にこう絡ませながら切って、それをマフィンに乗せて食べて美味しかった。カップ麺、自然の中で食べるカップ麺美味しかった。これもちょっと多すぎるので消します。12枚削除。よし。あ、七草がゆの日1月7日に食べられなくて1月8日に作った七草がゆ1月8日って書いてる。2021年の1月8日、多分前日食べられなくて、あ、でもちゃんと作らなきゃ、無病息災祈ってっていう思いで駆け込みで作ったんだと思います。七草がゆも何枚もこんなにいらないでしょう。あー、なんかこれは桜ですね。家で多分桜を買ってその観察するために多分何枚も。こんなにいらないよ、そんな変わらないのに。あ、次の日の桜もちゃんと収めてる。ちょっと咲いた桜。あ、これも撮ってるな、いっぱい。こんなにいらないよ。しかもこれ2日で終わってるな、この桜日記これも消しましょう。あとはやっぱり食べ物ですね。もう食べ物が多い。何これ、肉まん10連発唐揚げからの肉まんあ、確かこの日は目覚ましの占いで、私いて座なんですけど、いて座のラッキーメニューは唐揚げですって多分自分で読んだんですね。
で、その日目覚まし終わりコンビニで唐揚げを買ったっていう、多分そういう写真。ああ、なんか覚えてる覚えてる。やっぱりなんか何気なく撮った写真っていうか、ちゃんと意味があるんです。ちゃんと意味があるから覚えてる。唐揚げと一緒に肉まんも買ったよっていう。でもこんなにいらないな。私ね、朝から唐揚げとかも食べられる人なんです。肉まんもいけるし、あんまりやったことないけど、朝ラーメンとかも多分大丈夫な人。よし、13枚削るよ。あー、ハマってるコンビニスイーツの写真だ。これはコンビニスイーツ買った時の。こういうのが何枚も続くんですよ、同じ写真が。このスプーン全然合ってないな。あのね、多分このスプーンは超気に入って買って、どうにか使いたいって思って、でちょっとこう厚みがあるスプーンなんですよこれ。だからこのね、もっちりしたプリンに全然刺さらなくて、全然切れないみたいな、みたいな感じで食べてたかも。そう、可愛いから写真に収めたいっていう欲が出ちゃって。はい、じゃあこれも消しましょう。あ、この間美味しかったドライフルーツ、綺麗でしょう。そう、これも美味しかった。これも何枚も撮っちゃいましたね。最近作ったご飯とかが多いんだろうな。あ、よく作るミルフィーユ鍋、白菜と豚肉で。パエリアがいっぱい。こんなにいらないよ。最近は海鮮炒めと豚肉の山芋巻き、シソと梅を一緒に挟んで焼きました。あとはやっぱり一気に写真が増えていったある時期があって、それはもうメルシーを迎え入れた日からなんですね。もうね、子犬って本当にすぐ大きくなっちゃうので、もうとにかく収めたくて。あー、ちょっと見てください、メルシーと最初に会った日、これです。こんなにちっちゃかったんです。いや、この日は消せないな、いっぱいあるけど。さすがにメルシーの写真はもうどれも表情が違うから、もう可愛すぎて、もう絶対消せないこれは。あー、ちっちゃい、こんなにちっちゃかったんだ、もうびっくりしちゃう。もうこんな、なんか私も部屋着でボサボサな時でも、ちょっとした瞬間でも撮っちゃいます。お散歩するときに自分がリード持ってて、上から一瞬見えるその景色みたいなのも、さすがにこれはいらないかな。いや、でもなんかこう上から見た時のこの背中のあたりとか、あ、なんか大きくなったなとか思うと成長を感じるので、なかなか捨てられないんです。どうやって乗り換えるかっていう、電車調べた時に絶対スクショするので。この間出張行った時、熱海から伊東まで行く、こんなのいらないな、もう乗ったし。じゃあこれで、はい、いろいろ見ました。874枚の写真と7本のビデオ、これを選びました。これを今から一気に消します。よし、結構あるぞ。いきますね。じゃあこれを選択で全て削除。881項目を削除。この操作は取り消せません。いいですか。はい、消します。削除ありません。全部消しました。よし、これでどうなってるかだよな。よし、どれだけストレージが空くのか。ちなみにさっき 252.7GB に私はこのスマホなってたので、そこからどれぐらいになったか。では見ます。
251.4GB。 ちょっと待って、全然減ってないじゃん。1GB も減ってない。 252.7 から251.4。 道のりと嘘でしょ。800万以上消したのに、全然減ってない。嘘でしょ。結構時間かけたのに全然開かない。ストレージ恐ろしい。嘘、やだ。いやでも逆を返せば800枚は取れるってことですよね。800枚はまだ余裕で、今回消したから空いたって考えればなんか余裕な感じがする。はい、ということで、またあのどこかでリベンジはしたいなっていう気持ちだけはあります。いつか余裕のストレージを持てる人になりたいです。よくわからないけど、もうちょっと余裕を持ちたいと思います。あのぜひ YouTube あのいいねボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いしましょう。お願いします。もうよくわかんなくなってきた。以上、プロム長島でした。グダグダだ、まずい。